ゴールドラッシュ EV 欲しい7ポコロンチェンジ、しかもポコロン80、これ多分エーテルと一緒じゃないか。はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。今回もですね、ポコロンダンジョンズガチャやっていこうと思います。前回1週間ぐらい前に出した動画で230連かなガチャをやりまして、一通り出たのかな。アリスが出てなかったんだっけ。違う、赤ずきんか、赤ずきんが出なかった。赤ずきんちゃんが出なくて他は全部一通りは出ました。で、まあ中でもね、運マックスを作りたいなと思ってるんで、要は25体全部で25体出さなきゃいけないんですが、一応、持ってる入手順、持ってるキャラクター、要は、当てたキャラクターかで持ってるのあるのが、ヘンゼル&グレテルで運気が、13、あと12体出ればこいつ運マックスにできると。まあステータスも悪くはないんで使えると思います。全然運マックスにしちゃえばね。あとは、アーサーさんが4、あと、21体と、アリスは2体しか出てないんでまだまだで、さらにどこだどこだ、あ、こいつこいつ、スタノーさんは1体しか出なかったんで、まあ24体出るかな24体って結構きついよね。で、こちらのイベント自体はもうすでに終了してます。ただガチャが2月の2日、今引く時が1月30日なんで2月の2日まで引けるので、まあ終わる前に引こうかなと思います。で、今5100個集めました。で、50個で10連なので5000個で、1000連プラス、100個あるんで1100連ガチャですね。違う、間違えた、1020連ガチャやっていこうと思います。初めて1000以上の連続したガチャを引く回でございます。 YouTube でもあんまりないんじゃないかなまあ、あの課金アイテムではないので、今回のガチャはね、課金アイテムの方はこっちのゴッドラッシュっていう方で、まあ、僕72個しか持ってないんで、そんな1000連でとてもできないんですけど、まあ、幻想ガチャの方、こちらはイベントで無料でゲットできるアイテムでガチャが引けるので、やっぱガチャを引くっていう時点でね、あの面白いってさあ、それではね、ガチャを引いていこうと思うんですけれども、まあ10連ずつ画面をお見せしてもあれなので、90連ずつ9個に分けて90連ずつでパパパパッと見せていこうと思います。それでは行きたいと思います。おお、マジか。今あと60連ぐらいあるのかな。そうだね、あと60連、まだ半分いってないぐらいか。で、ちょっと中間報告ですあの僕の声をなしでガチャをパパパってやったんで、まあ中間報告みたいな感じでいきたいと思います。で、20連目のガチャ、もう最初の方のガチャで赤ずきんちゃんがようやく1匹目出まして、まあその後に 1,2,3,4,5,6 体ですね出ましたので、合成していきましょう。でね、モンスターハウス、自分の持てるモンスターの上限が今405で結構キツキツになってきたんで、あの合成して運にしちゃいましょう。5体これでも運6だからね、まだね出るかな、あと21体違う間違えた、19体
球隊は出ないかな。で、青。青は、行き過ぎた。はい。アリスちゃん。アリスちゃんは、まだ1体しか出てないですね。残念ながら。で、次、アーサー。アーサーは3体出まして、今、運7ですね。まだまだ。まだまだ足りない。でですよ。でですよ、問題の。ヘンゼル・グレーテル、出すぎ。何この量。これもウンマックスいくべ。でしょ？これで23ぐらい？はい。はい、ウンマックス争奪ですね、これ。あ、間違えた。危ねえ。はい、これでウンマックス争奪。ヘンゼル・グレーテルが一応出来上がりました。で、スキルレベルもマックス10まであって、で、1体合成することに、25% かな ?20% か 25% でスキルレベルが上がる抽選をしてるらしくて。まあ、スキルレベル上げるか、もしくはヘンゼル・グレーテルもう1体作るか、ちょっと悩みどころなんで、ちょっとそのまま置いときましょうか。他のヘンゼル・グレーテルさん置いときましょう。で、スサノオさんが割と好調。今5体出ました。5体出て、運6と。いやー頼むよ。スサノオさん、あと19体。出ないかな。今だから多分20体ぐらい出てるのかな。右下に数字が書いてあると思うんですけど。20体ぐらい出てるかな。よし、これでだいぶ空いたかな。大きく405の346だね。ではでは、続きやっていこうと思います。はい、というわけで、幻想ガチャ1010連、じゃあ1020連か引き終わりました。一応最後にね、10個だけ残ったんで、もう2連だけ引いて、一番最後にまさかまさかの赤ずきんちゃんが出たんですけど、では、ちょっと途中経過までは見ました。途中経過までは朝が6とか7とかちょっと覚えてないけどの辺だったっていうのは見ました。なので続き、もう引きまくってたんで、とりあえず引きまくったんで、どれぐらいあるかわからないです、正直。今日がどれぐらいかわかんない、赤ずきんちゃんもどれぐらいかわかんないし。さあ、じゃあ、運がどこまで上がるか見ていきたいと思います。多分ね、右下に数字書いてあるんで、見た方は何個出てるかってのはわかるかもしれないんですけど、僕はわからないんで。6から、これで11。11。16までか。惜しい。あと9体。9体か。残念。赤ずきんちゃんは16体止まり。では次行きましょう。アリスちゃんはね、アリスちゃん全然出なかった。やっぱり、しょうがない。6で止まりだね。アリスちゃんね、出にくかった。やっぱアリスちゃんがポコロン変化だったよね、持ってるスキルが。ポコロン変化はやっぱりちょっと出にくいのかな、確率的に。使えるキャラクターなんでね。
次はアーサー。アーサー意外と出たんだよな。どうだ？これで12。うわ、足りねえ。17か。赤ずきんちゃんといい勝負だったんだね。17。で、次。緑は、ヘンゼル・グレーテルさんは、もう1体完成してます。25。完成してて、めっちゃ出てんな。新さん、8、13、18、19、20、あ、22か。22になるね。次の、もう1体作ろうとしたら運が22になっちゃうから、ちょっと迷うな。まあ、スキルのレベル上げたいんで、このマックスのね。マックスのキャラクターのスキルのレベルを上げたいので、全部つぎ込んじゃいます。違う、ベースは違う。ベースはこの子。スキルマックスならないかな？上がって、オッケー、いいよー。6、いいよー。さあ、あと4上がって。スキルを上げれ、いいよ。7。頼む。10になって。いやー、上がらない。まあ頼むよ。ここで2とか上がろう。ここで2とか上がろう。スキルアップ、オッケー。いくつ、オッケー。あと1、頼む。上がってくれ、上がってくれ。これでスキルレベルアップで出れば。あー、出ない、出ない、マジかよ。ちょっとなんか残念だな。まあでもヘンゼル・グレテルさんはうまく作れましたと。あと佐野さんです。佐野さんもね、出にくかったけど、でも意外と出てるね。あのアリスより出てる。4体で運10かな。10だね。おい、こんな感じでございました。一応じゃあ一番最後に、まあみんなどうなったかっていうのだけ見ましょうか。入手順で見れるかな。入手順だと結構下になっちゃう。まずはじゃあ赤ずきんちゃんが運気16で、ヘンゼル・グレーテルさんは運25達成しました。スサノオさんは運10止まりで、アーサーくんは、17。惜しいね。これも惜しかったね。もうちょっと。で、アリスはちょっと全然出なくて、運6と。いう結果となりました。いやー、前回と合わせて、全部で1250連か。1250連して、ヘンゼル・グレーテルさん1体しか運マックスを作れないガチャってなかなかきついね。きつい。ただちょっと僕は分かんないんですけど、このね、幻想イベント、これスサノオさんにニューって書いてあるってことは、多分前にもやったんじゃないかなって思うんですよ。僕がやり始めてからは多分ね、幻想クエストって始まってないと思うんで、もしかしたら結構前になるかもしれないんだけど、多分やってると思うんだよね。なんでまあもう一回、次もし幻想クエストこれ同じのがあれば、まあもうちょっと多めにクエスト回れるだけ回ってガチャ引いて運マックスしっかり作れるようにやっていこうかなと思います。でですね、最後にまあこれ、あのポコロンダンジョンズの宣伝みたいな感じなんですけども、これ見てください。来ましたよ。来ましたよ、シャーマンキング来たんだよ。もうね、めちゃくちゃ嬉しい。これは僕ガチャもろ回します多分。なんでできれば動画にしたいなとも思ってます。クエストとかもできれば動画でクエストやりたいなと思います。
まあ、ワンチャン生放送とかにもやってもいいかもしれないんだけど、かっこよすぎるだろう、白鋼とニボボテクンペイ。え、ファウストのイベント、シルバーのイベント、ハオのイベントでしょ。ハオのイベントとか超面白そうじゃんね。あとはまあアンナちゃんに変化できるのと、あとヨウくんに変化できるのと、アミダバルの剣だね、春雨の剣。おしゃまキングとはとか書いてある。あー、やべえ、かっこいい。あ、特設サイト、20周年記念の特設サイトがあるんだ。これ後で見よう。というわけで、まあ、ここにもあの動画とかあったりするんで、もしポコダンやってる方いたら動画ぜひ見てみてください。これはね、めちゃくちゃテンション上がってます、本当に。もうヨウくん出るまで絶対回すし、ヨウくん絶対にあのレベル星7まで進化させるし、レベルマックスにするし、超絶期待のイベントです。で、こちら、ID があります。もしよろしければ、フレンドの登録、もしねポコダンやってる方いらっしゃいましたら、フレンドの登録など受け付けてますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回ゴロンダンジョンズ終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。まだチャンネル登録がお済みでない方は、こちらからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画の続きが見たい方は、こちらの再生リストから見ることができます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。